はい、たった今チャンピオンシップセミファイナル川崎対宇都宮のゲーム2が今終わりました。昨日のゲーム1からまず振り返りたいんですけれども、ゲームは70対83、見事宇都宮ブレックスがチャンピオンシップ3連勝、千葉ジェッツとのクォーターファイナルからの連勝をさらに伸ばしてセミファイナルのゲーム1を見事取りました。この川崎対宇都宮はもういろんな歴史がある両チームの、ライバル関係って言ってもいいと思うんですけど、おそらく皆さんご存知の通り覚えている方多いと思うんですが、初年度の、B リーグファイナル、と同じカードで、かつ昨シーズンまたこの両チームはセミファイナルやってますんで、再び両チームが相まみえた。ただいずれのカードもですね、リーグ初年度のファイナルは代々木でしたし、昨シーズンのセミファイナルは、ブレックスアリーナで行われました。なおかつ今シーズンこの両チーム、4回対戦してるんですけども、うち1つは天皇杯、その4つのカードいずれも、ブレックスアリーナで行われたカードでしたので、轟アリーナでやるブレックス対川崎は実は今シーズン初めて、対戦成績でいくと2勝2敗のイーブンでしたので、決着はチャンピオンシップセミファイナルでつけようぜっていうマッチアップだったと思います。ゲーム前にですね、残念なお知らせ、アギラール選手がコンディション不良により出場できないっていうニュースが入ってきまして、実は川崎は、ベンチ、フルメンバーで戦うことができないセミファイナルでした。なおかつですね、ゲーム中に長谷川拓海選手が、負傷して、そのままロッカーに下がってしまうっていうシーンもあり、川崎は、このゲーム1で、アギラール選手だけじゃなく長谷川拓海選手も失ってしまう。長谷川選手に関して、アギラール選手ももちろんなんですけど、非常に2人ともローテーションの貴重な選手、大切な戦力でしたので、この2人が、セミファイナルで出れなくなってしまったことは本当に川崎の方々からすると本当悔しい思いをしたんじゃないかなと思います。ブレックス目線でいくとですね、この試合、出ました、チェイス・フィーラー選手、大爆発、のゲームだったんですけども、チェイス・フィーラー選手だけですね、18得点、7リバウンド取ってるんですけども、そのうち4リバウンドはオフェンスリバウンド、皆さんハイライトをご覧になったら分かると思うんですけど、何度もですねオフェンスリバウンドのプットバック、もぎ取ってました。この仕事が強烈に効いて、ベンチスコアもですね、宇都宮が27に対して川崎が10、宇都宮が上回ってたんですけども、そのベンチスコアを牽引したのはこの、チェイス・フィーラー選手だったと思いますね。かつですね、ブレックス、川崎ともに B リーグでいくとリーグの平均得点1位の川崎、平均失点1位の宇都宮でしたので、矛盾対決なんていう風に多くの方おっしゃってましたけども、このゲーム1でも70得点に宇都宮がディフェンス成功させた。なんと藤井優真選手、1試合平均14点超える今シーズンレギュラーシーズン平均得点あります。日本人選手では2位、安藤聖也選手に続いて2番目に、平均得点の多い、藤井選手がゲーム1に至って6得点、でこれがちょっと意外でしたね。それだけブレックスのディフェンスが機能してたと言えるゲーム1だったと思います。宇都宮目線でいくと千葉ジェッツとのクォーターファイナルからゲーム3試合続けて70点以内に、失点を抑えたということでしたので、このゲーム1はもうブレックスのディフェンスをたたえるべきだなと思います。そして迎えたゲーム2ですね。結果から言うと77対73で、宇都宮ブレックスが、ファイナルに進出を決めたゲームになりました。このゲームは本当すごかったです。日本のバスケットボールの未来は明るい、そんなことを感じさせてもらう両軍の本当に素晴らしい、ゲームでした。フロアダイブが何度も行われる、ルーズボールダイブが何度も行われてて、両チームの選手がフロアに飛び込むシーン何度も見させてもらいました。これこそチャンピオンシップだっていう戦いぶりだったと思いますね。試合中盤ではですね、久しぶりに見させてもらいました。篠山竜星選手の神の左手、クロックギリギリでのスリーポイントを決めて、そこからですね轟アリーナがドーンと湧いて、ホームの勢いをまた取り戻したシーンもあったんですが、最終的には比江島誠選手、今日は取りに取ったり、チャンピオンシップキャリアハイ24得点でアシストも6つ決めています。で勝負どころ、川崎はファウルゲームに突入したんですけれども、そのフリースロー9分の9すべてメイクして4点差をきっちりキープしたままゲームを終えることができた。かつですね、宇都宮はタイムアウトも1個残してましたので、緊急事態があればいつでもタイムアウトも取れる環境だったので、川崎は最後の最後までワンポゼッションまで追いかけた素晴らしいファイトだったと思いますけども、このゲーム2はもうブレックスのゲームになってしまったと思います。このゲームも終わってみたらですね、73対77でしたので、川崎は73点、リーグで一番平均得点取ってくる、1試合平均88点取ってくる川崎に対して、このゲームも73点に抑えられた。川崎としてはそのアギラール選手、長谷川拓実選手の欠場がもうどうしても響いた。そこの影響も大きく、ベンチスコアも今日ゲーム終わってみると、宇都宮19に対して川崎が9でしたので、そのアギラール選手、長谷川拓実選手の影響が直結していると言えると思います。試合終了後ですね、セレモニーあったんですけども、ブレックスファン、川崎ファンの皆さん全員残ってですね、両チームへの大きな熱い拍手が行われていました。それだけですね、このゲーム1、2がいろんな人に与えた、エモーショナル部分が非常に大きかったんじゃないかなと思います。川崎はかつて掲げたですね、ネバーフォゲット0527、代々木第一体育館をこう黄色く染められてしまったことをいつか取り返すんだということをクラブとしても掲げていました。それをセミファイナルですね、しっかりホームをブレイブレッドに染めることに成功しましたし、ブレックスネーションからするとアウェーだろうがホームだろうか、チームを支えるんだ、そういうメンタリティを感じさせてもらった、本当に素晴らしいセミファイナルだったと思います。川崎は本当に悔しいのは、そのフルメンバーで戦わせてあげたかったなというところに尽きるんじゃないかなと思います。ただ、その思いもおそらくブレックス、おそらく千葉ジェッツの思いまで背負うことになるんじゃないですかね。そういういろんな人たちの思いを背負ってブレックスネーションは、来週末行われます。先にまだ他会場の結果まだ井口さん知らないんですけども、先に、東京体育館、ファイナルの舞台に進出したという、セミファイナルでした。長谷川拓実選手の怪我のまだレポートは届いてないので、引き続きバスケットボールファン全体が心配な、状況だと思いますので、一日も早い復帰のニュースが飛び込んでくることを井口さんも待ちたいなと思います。本当に今日はいろんなものが伝わって、井口さんも胸いっぱいでまだちょっと心の整理がついてないんですけども、まずはブレックスの皆さん、ファイナル進出おめでとうございます。そして川崎の皆さんは決して下向くようなシーズンじゃなかったと思います。天皇杯タイトルをものにしたという誇るべきシーズンでもあったと思いますので、また来シーズンに向けて少しだけ休んで、また次のシーズンに向けての準備が始まればいいなと思います。みんなで温かくファイナルを見守りましょうということで、今日はもうソールドアウト、コロナ以前からなかったソールドアウトのセミファイナル、轟アリーナからお届けさせてみました。川崎の皆さん、宇都宮の皆さん、本当にご苦労さまでした。以上でクイックレポートフィニッシュでございます。来週は東京体育館のファイナル、みんなで熱く見守りましょう。以上でございます。バイ。センキュー。